よーし、はい、皆さんどうも、こんにちは。おはようございます。ちょっとネクタイがひん曲がっとるね。ちょっとまっすぐするわ。よし、はい、垂直。ね。で、ちょっとこうね、締めて、そしたらビシッとしてる感じが出てきますからね。よし、OK。で、今日は何のあれかというとよ、上級トーレンのね、ご紹介をしたいと思います。ね、これいっぱい入れてるとね、ちょっとダサダサになるからよ、ちょっとペンをね、抜くね、ポケットからね。お、そうするといい感じだ。ここにパーカー万年筆がね、こう入ってて、これパーカー万年筆です。あ、見える。これね、これパーカー万年筆。これバシッと。よし、これでいい感じや。はい、それでは、上級トーレンのね、紹介をしていこうかなと思います。で、まずですね、どうしようかな。上級トーレンというよりは、単体でね、もちろん取ることもできるんですけど、秋にスタートする。ね、もう秋って言っていいのかな。いや、夏だな、まだ。今俺が収録してるこの時期は8月ですから、でももうすぐ秋ですからね。で、上級トーレンね、はい、俺がやると。でね、実践トーレンも私がやりますからね。上級トーレンはね、私が講義をやるプラス問題も作りますから。で、実践トーレン、実践トーレンはね、中級レベルやね、中の、ちょっといいか、論基礎からじゃあ説明しよう。論基礎ってね、初級トーレンだわな。論文集中トーレンは初中級、実践トーレン中級。中級っつもね、時、回によってはその難しいものでも出るけどね。上級トーレン、その名の通りです。完成トレはね、レベルというのは実践トレと同じだから、色が同じなんだけど、ただね、実施対応が違いますよ。実践トレっていうのは、2時間で2問書くか、90分で1問書くかなんだけど、完成トレは、ほら、実際の本試験と同じスケジュールで、朝の10時から夕方5時ぐらいまでやるパターンね。1日潰れますよ。はい。そんな感じ。それでね、ベースアップ講座っていうのもついてますから、審査基準とかね、判例とかついてますわね。そこは非常にね、なんていうか、ほら、審査基準とか特にやっぱ質問してくる人多いんですよ。もうこれが答えだぞって感じですよね。この講座出てくれよと。判例もね、出ますよね、毎年毎年。今年って言っていいのかな、令和4年のね、試験も、特許法でさ、セットブラシ事件出ましたよね。独占的通常実験者による損害賠償請求の可否ね、出ましたあれ、判例ですよ。はい。で、一応ね、スケジューリング的なところも言いますとね、上級トーレンの、ちょっとこれあれだね、色が、椅子の色がね、ちょっとバレますね、椅子があるぞっていうのがね。はい、10月19日から始まるようですね。ほら、10月19日からね、始まりますよ。毎週水曜日ですね。で、俺がちょっと邪魔だからどきますけど、隣の邪魔だくんっていう感じでね。ちょっと待ってください。はい。で、通信ももちろんやってますよ。ね。通信だと何？ 11 月24日から配信スタートなの？できるだけね、私ほら、エルタワーが本拠地だからね。現場で通えるんだったら通っておいよ。
なぜかというと、ほら、現場の人だけは、添削やりますから、俺が。私が責任を持って。ね。直接添削サービス。ね。逆に俺から受けたくない人は、通信で受けた方がいいかもね。俺に添削されるのが恥ずかしいわ、という人はね、通信で、こそっと受けてください。ね。まあ、ほら、まあ、俺の採点、まあ、知ってる人は知ってると思うけどね、やっぱ俺の方がいいわと、大体当たるからね、実際の再現答案の点数と、ね、もう職人かたぎだから。で、私はね、まあ、一応採点表はね、私以外の採点講師も採点しますから、一応マニュアル的な意味を込めて、まあ、配点表みたいなのつけるんだけど、私はそういうのは従わないっていうか ね、長年の勘で大体わかるんですよ。要するに、偏差値まで考慮した点数をつけます。大体全体の出来を見て、なんていうか、出来が悪い時はね、ちょっと出来が良くてもいい点数になるけど、みんなね、出来がいい時は、みんな60点以上つけるのも変じゃん。だからそういう時はやっぱり、完成度の高さで合格不合格決めるよ。答えが間違ってなくても不合格になることはあるからね、そういう意味では。はい、まあそんな感じですよ。これあれですか、合格者 TO さん、ちょっと分かんないけど、 TO さんって言ってもね、誰だろう、ちょっと思い出してみよう。 TO、わからんね。ちょっとごめんなさいね。はい。難問を、経験していたので、本番で慌てずに取り組むことができましたという TO さんです。難易度の高い問題を取り扱った本当例は、近年、難化傾向、難しいね。難しくなってる傾向にあると思われる論文試験に対して、マッチすると思いました。試験本番で難易度の高い問題が出題されても、ここで難問を経験していたので、慌てず取り組むことができたと思います。また宮口講師の解説講義は丁寧で分かりやすいことから、難問でありながらも、答案を理解しやすく、繰り返し、答案を書き、復習しましたと。まあそんな感じですか。なるほうず、こるほうずやね。よし、あとはなんだ、講座のポイントも見てみようかね。はい、ちょっとなるべく見やすいようにね。よし、これでどうだ、見やすいか。俺がどけばより見やすくなるね。よし、じゃあこの辺で、指差し棒をちょっと持ってくるわ。指の形をした棒があるんだよ。あったわ。あら、ちょっと待って。本試験、試験後に本試験と同等以上の問題を解くことに意義がある。受験経験者のための答練。まあ、試験後にっていうのは、ほら、まあ、本試験も終わりましたよね。で、まあ、落ちて、やってきますからね。受かった者は口述に行きますから。で、通常、答練で出題される問題には、インプット、講座の進捗に合わせたレベル設定がなされています。よって、初期に、実施される答練で扱われる問題は、どうしても基礎的な内容にならざるを得ません。まあ、論基礎答練とかね。で、まとまったインプット補充が必要な、まだ準備段階の受験生にとってはそれが最適なのですが、ね、すでに本試験で勝負できるレベルまで学習が進んでいる受験生にとってはね、そのようなレベルの答練では意味がないばかりか、貴重な、時間の浪費にさえ、なりかねません。どういうことかというとね、できることをさ、何回やってもしょうがねえんだよ。スキーで言うとさ、暴言の教室にまず入るじゃん。ね、ハの字で進めましょうっつって、ね、ブレーキが効くようにね。でも、暴言の迷信になったところでさ、全然スキーは楽しめないからね。
はい、でそこで本当練では本試験レベル同等以上の問題にあたり、問題を読解し、論点を抽出整理し、答案構成を行い、全文書きに至るという論文的な脳の使い方を維持しつつ論文合格を目指してくださいね。はい、本答練では毎回必ず一つ本試験未出題論点とかね、判例の出題を行います。まあ未出題っていうのはね、その何ていうの、一回も出てないっていうのも出しますけど、最近出てないなっていうのも出しますからね。あの前出たんだけど最近出てないなっていうのも出しますよ。うん、でも今年出たやつは多分出ないと思いますから、ええー、分かりませんけどね。俺がこんなこと言ってると、あの誰か試験が聞いててなんか 裏を書くようなことをやるかもしれんけどね、基本的には今年出たやつは出ないです。あ、でもね、もう2年前のやつ油断できないよ。例えば商標法でね、令和2年に金銭的請求権出たんですよ。そしたら今年出たからね、令和4年に、はい、でこれはまだ出題されてない重要な知識を確認すると同時に、予想準備ができていない論点がされたときにいかに失点せずに守って書けるかという、独学では困難な訓練を積み上げるためです。毎日論文試験本番で準備不足な論点を問われてしまったら、ね、どうしますか。きっとここでの経験が合格への糧となるはずです。はい、近年の傾向に対応した答案作成指導。従来論文試験はね、採点表に基づき必要な論点が漏れなく上がっているかを基準として採用されているという認識が一般的でしたが、論理的展開力を見ているということになると少々事情が変わっています。論点が上がっているかどうかに加えて、その内容や論旨の流れやバランスまでもが評価の対象になっているということになるからです。まあ要するにね、知識、まあ上げてるだけでは受かんないと。まあ流れが大事だからね。うん、文章としてのね。そこで本答練では新章手を導入し、論旨の流れ、バランス、読みやすさ、まあ採点者の採点ミスを招かない答案など、を基準とした答案作成指導や添削を行っています。これね、どういうことだというとね、採点ミスを招かないような答案というのはどういうことだというと、ちょっと一番典型的な例を言うとね、しかるべきところでしかるべき項目が上がってないと、まあ原点というか項目をして判断するんだけど、なんかね、なんか後でなんかちっちゃな文字で書いてるとか、そういうことですよ。なんか本人も後で気づいたみたいで、ちっちゃな文字でね書いてると、そうすると気づかないで、採点ミスを招いてしまうこともあるんですよ。でもこっちが気づいたとしてもですね、あんまり心象良くないんですよ、そういうのって。ちっちゃな文字で書くぐらいだったらね、そこに米印でも書いてね、で答案が終わった後にその米印を書いて、で、その付け加えるべき内容の文章を書いておけばいいんですよ、ね、まだその方がいいですよ。ちっちゃな文字で書くと心象悪いよ。あと矢印でなんかここに持ってくるとはね、ダメですあれ、なんか枠を超えるでしょ、そんな矢印をこうやっとったらね、ページまたがるというか、それもう失格になりますからね。これも重要かな。お値段、学習経験者コース、受講生割引価格もありますね。これは通学の方がちょっと高いんだね。通信の方が安いですわ。通学はあれかね、俺の採点が受けられるから高いのかね分からんけどねいや俺の採点でこんな高いんだったらもうアホらしいから、もう通信でもいいわ。もちろんどうぞ、ええ、それはもう自由、選択の自由です、はい。さあそんな感じですね。
これは何、この辺は俺あんまり、ごめんなさい、あんまり詳しくないんだけど、成績発送オプションとか、これあれ、なんか郵送で送るってやつ？ああ、多分そうでしょう。ね、もう今、ほら、ウェブで見れる時代だからね、なるべくデジタルを利用してください。まあ、要するにアナログを利用すると、こう、高くなりますよってことでしょう。ね、なんでもそうよ、特許庁もね、電子でやると安いけど、アナログでやると高いからね、特許庁の手続きもね、今。はい、じゃあね、あとは、ですね、あとね、重要なこと言っとかないと、上級トーレンってね、ちょっと特殊なことが一つありまして、非常に特殊なポイントがあるんですよ。それは、特許も実用も衣装も全部90分でやります。まあ、だからね、難しい分、時間かけていいですよっていうことですよ。難しいから。ね、まあ、なんていうかね、120分で2問って慌ただしくてさ、なんか満足に書けなかったりするじゃん。それってあんまり良くないんだよね、実はね。時間かかってもいいから、難易度の高いレベルにしっかりこう向き合うことが大事だなと思って、年内は特にね。年明けから普通に本試験に適合したね、トーレンで受ければいいんだよな。まずやっぱりね、向き合うということよ、逃げずに。難易度の高い問題にもしっかり向き合って最後まで書くと。それが大事ね。はい、じゃあ俺がちょっと用意したレジュメでも見ていこう。上級トーレンで実力を維持する学習法ね。じゃあ、何が書いてるのか。はい、じゃあよし、上から見ていこうか。さっきの指は指、これ。はい、受験生の皆さん、合格8合目の原則、8合目合格の原則知ってますか？はい、富士山の山頂が目指すべきゴール地点だとするとね、要領のいい人であれば、その8合目付近、この辺ですかね、8合目付近っつったら、この辺でもう受かっちゃうんですよ、一番上まで行かなくても。まあ、上級者になる前に受かるんです。一発合格者なんか特にそうだよね。つまり合格するためには必ずしも上級者たる実力を要しないんですよ。あら、先生いきなり何言うんですか、上級トーレンなんか否定するんですかみたいなね。そうそう、合格するためには必ずしも、要しないですね、上級者たる実力。ところが、実際はね、この原則に当てはまらずに、不本意ながらにして上級者になる人が多いんですよ。で、8合目を超えるとね、不思議なことになかなか受からないんですね、これ。いわゆる、なんていうんですっけ、無限ループというかね。はい、で、真の合格者を目指すんです、そこで。はい、真の合格者を目指しましょう、皆さん。フルスペックで答案を書くと、相当すごいことになるが、ね、時間流れバランスを考慮し、いわばデチューンバージョンの無難な音を書くことができる実力を有する人のことを言います。俺が定義したんだけど。で、上級者のつもりの人ね、これあんまり良くねえんだけど、知識をひけらかそうとするあまり、流れバランスが崩壊し、かえって心象を害し、芳しくない結果に終わりますと。だからね、なんかほら、陸上のすげえ速い人いるじゃん、ウサイン・ボルト選手とか。ああいう選手のもうさすがっていうか、なんていうかね、予選ではいい意味で手を抜くんですよ。ね。本戦も予選もさ、全速力、本気でやっとったらね、身が持ちませんよ。だから世界のボルト選手がなんか予選で4位ぐらいだったぞと、3位か4位ぐらいだったぞ。いや、俺も一瞬不思議だったんですけど、それは本戦に温存するためですよ。だから予選はギリギリ通過でいいんですよ。だからそういう力の調整ができる人が真の実力、上級者です。わかります？だからもうなんていうかね、変幻自在。本気を出せばすごいんだけど、本気を出さないみたいな。そういうことですよ。ね。はい。で、原因その1。はい。出題範囲があらかじめ定められているタイプのトーレンには強いと。ね。そうそうそう。そういう人いますよね。ところが、本試験のようにね、無限定のタイプだと弱い。ね。これはね、
東レンと本試験の違いですわ。ね、東レンは大体ね、効果が出るとかなんか、ありますよね。本試験はそんなことないね。もう、全部が範囲だからね。確かに予備校の東レンは出題範囲をあらかじめ設定するものが多く、そう。ね、基礎、論基礎東レンとか特にそうやね。無限定のものはほとんどないんですよ。ええ。したがって、まあ、だから、この上級東レン。ね。ピンク出るよ。その辺は次第無限定の上級トレン。これを受ける必要があると。原因その2。はい。これはね、本試験の雰囲気に圧倒されてしまう。うん。要するにトレンの雰囲気と本試験の、雰囲気の違いですと。トレンはね、なんかほら知ってる仲間なんかもいて、和気あいあいとしてますが、本試験っていうのはね、もう殺伐としますよ。で、誰もが認めるような実力者がですね、まあ、公示試験で落ちたりすることはありますがね、これと同じようなことが起きます。東レンでトップを走るような人たちがね、論文で落ちることは珍しくないですよ。ね。いやー、もう私も幾人とこういう方をね、見てきましたね。そうなんですよ。ね。で、これを打破するためには、どげんするかというとね、どげんかせねえかんわけですよ。ね。どげんかせないかんもんだから、ほら、またね、宮崎県知事に立候補しようとしてる人もいるぐらいですからね、私もやっぱり皆さんが困ってるから、どげんかせないかんと思っちょるわけですよ。これを打破するためには、現場に来て、ああ、答弁を受けるのは効果的ですわ。やっぱね、現場主義ですね、本当はね。うん、これないしはもうしょうがないよ。なるべくこう緊迫した、雰囲気の中でやってください。自宅でもいいけどね。なんかほら、お母さんとかがね、あ、ご飯できたわよみたいにね、途中で、声をかけられ、ご飯に行ってるようじゃね、ちょっと緊迫した雰囲気にならんからね、一切声かけてくれるなよって言うとかんと、今からね、90分間声かけんでくれよっつって。特に、通信の方で効果が上がってないという方は、東レン解消。そうですね。まあ、通信でもいいんですけど、通信でやっててなかなかね、伸びないし、やっぱね、現場主義ちょっと大変だけどね。まあ、私もかつてはね、片道3時間かけて東レン受けに行ってました。私ほら三重県で受験勉強してたんですよ、弁理士の。だから近鉄特急で3時間かけてね、宇治山田っていうところからね、大阪難波まで行ってましたよ。3時間ぐらいかかってましたね。なお、本番でも、何、物怖じするタイプでない人は通信でもいいでしょう。ああ、そうね。なんか本番に強い人っているんですよ、なんか知らんけど。なんか物怖じしないというかね。まあ、そうね、通信でもやっぱ一発合格とか、2回とか、まあまあいますからね。はい。じゃあ、それではですね、次にですね、その3、原因その3を見ていきたいなと思います。はい。余計なことを、書いてしまいがちあると。ね。はい。これは悪いことなんで、青レンジャーで塗ってみたいと思います。はい。上級者はね、合格に必要な知識を有していますよ。ところがね、かえってね、それが裏目に出ることがよくあります。はい。で、自分の得意分野が出たりするとね、ここぞとばかり書くんですよ。でも、なんていうかね、結果的にですね、聞いてもいないことをね、書いてしまってることが多い、人は要注意ですね。ああ、それはね、真の上級者はないですね。エセ上級者ですね。もっと問題文をよく読み、考える時間を増やしてください。ね。はい。そうすれば、答案を書く時間が自然的に少なくなりますが、余計なことを書かずに済むので、かえって良い点が取れるようになりますよ。ね。特実はね、本当時間ないからね、実際の本試験はね。はい。字が読みにくい。ああ。そうね。点数は良いが、なんていうの、字が読みにくいですとか、
もっと丁寧に書いてくださいみたいなコメントをもらいがちの人に言うわ。予備校のトレンドはね、採点講師側に採点する責任があるのでね、だって皆さんお金払っとるんやからね、そうなんですよ。だから読みにくい字で書いててもですね、ちゃんと見ますからね、よほどのことがない限りね、そうですよ、よほどのことっていうのはもうサンスクリット語で書いとるとかね、ハングル語で書いてるとか、そういう答案書かれちゃうと俺もお手上げですわな。そうじゃない限りやりますよ、ちゃんとね。しかし、本試験でも果たしてそうかは定かでありません。つまり受験生を安心させるためにですね、字の前下手は関係ないとまことしやかに言われることもありますが、これだけ言ってみます。実際に字の読みやすい人はね、短期で受かってるんですよ。だっていうかね、一発合格者の人って本当に読みやすいですよ、答案が。まあ、字がうまい下手っていうよりなんかまとめ方がうまいんですよね。なんか見せ方っていうかね。そうで、字の読みづらい受験生はね、受からないか受かっても長期にわたる傾向があります。したがってやはり読みやすい、文字で書くことに故障とはありません。普段読みにくい、文字で書かれている方もですね、スピードを落としてですね、丁寧に丁寧に書こうと思えばやっぱりおのずとそれが答案に現れるはずですよ。もちろんその分書ける量は少なくなりますが、そうですね、余計なことを書かずに済むっていうね、大きなメリットがありますからね、今一度自分の答案をね、振り返ってくださいね。原因その後、しょうもないミスをよくやると。問題の読み違い、受験番号未記入、答案用紙選択ミス、未完成答案の形式的重大なミスをしている可能性がある。日頃はこういうミスをしないという方でも本番はいつもと違う異なる状況ですから、ね、何が起こるかわからないということを前提にね、普段以上の注力を持って臨んでほしい。そういった意味では、そういった意味でも本試験と同等レベルの、同等というかそれ以上の論文条件を受け続けることで、そういったしょうもないミス、これをね、撲滅できますよ。しょうもないミス撲滅通れんでもいいわ。で、以上気づいた点述べてきましたが、上級者のつもりの使徒、黒アンダーラインの人も知識的には十分なわけですから、緑ペン、ペンパイナップル緑ペンですから、以上の点に注意すればね、合格を勝ち取るコツが出くると思います。ですから上級との通じてね、真の上級者、そう、真の上級者養成トレンですわ。上級トレンというのは真の上級者養成トレンで、まあ、結果的に受かると、そういうことです。はい、最後にですね、まあ、イメージですよ。もうさすがにね、時間がもうあと2分ぐらいしかありませんから、私の制限時間、これね、上級トレンサンプル、去年ですわね。これまあほらいいよね、これね、もうそのままサービスですよ。まあじっくり見てください。で、私がアピールしたいのは、これね、ある意味的中してるんですよ、皆さん。なんと、これ当てましたよ。ほら、これ去年の上級トレン、ほら、国際国内型、これ出ましたよね。史上初の国際国内型優先権で、先の巣鴨も生かすということで、これどっちかなんですよね。国内優かパリ優のどっちもいいんですが、今年令和4年の本試験はね、先の巣鴨をみなし取り下げにされたくないという状況、シチュエーションでしたので、パリ優先権で解くとね、これ出ましたよ。だからちょっと、まあ、そういう意味でもこれをね、サンプルとしてね、
上げてるんですわ。的中問題ですよ。ね。で、レベルとかもわかるんで、ちょっと皆さんね、時系列もちゃんと俺こうやってつけとるし、普通に答案構成もつけてるし、ね、参考文献はもちろんつけるけど、このね、攻めの答案と守りの答案ちのがあるのがまたいいわな。うん、攻めはね、なんていうか解説書だと思ってください。で、実際の答案はね、この守りの答案でいいよ。うん、守りでもまあまあしっかり書いてますけど、それはそうです。90分もあるからね。90分もあるんで、このぐらい書けるやろうというね、守りでも。攻めよりは少ないでしょ。攻めはもうね、左から右下までぎっしりだけど、ぎっしりぎっぺりだけどね。守りもまあまあね、合格答案と言えるだけの十分な質と量を保っております。で、あとはなんか次第の意図とかね、解説がさらに充実してて、判例も載ってて、もうほんといいですよ。ああ、それでほら、これね、ちょっと16ページを見ると、ほら、国際国内型。俺、国際スガンはね、だいたい黄色で塗るんですよ。国内ピンクで塗るんですよ。ほら、これがね、的中したこの資料を載せてるおかげで、ある意味もう的中ですよね。で、パリ優先権が聞かれたと。国内もいいけど、令和4年の問題1は、の設問1はパリ優先権で聞いてた。ね。いやー、これはね、そう。で、パリ優先権ですから、先の菅のみなし取り下げないと。これがポイントでしたよね。はい。まあ、そんな感じですわ。一応、配点表もこうやってつけますけどね。私以外の採点者もいるでしょうから。私はもうこんなの、当てにせず、もう職人かたぎで採点できますからね。はい。よっしゃ、以上ですわ。上級トレンで実力を維持していく学習法ということで、レクセニー講師の宮口が、お送りいたしました。それでは、あとはもう、現場で、あるいはその、画像、映像を通じてですね、皆さんにお会いして、実力を高めていきたいなと、このように思っております。それでは、上級トレンの、ガイダンスというかね、プロモーションビデオを終わりたいと思います。どうもご清聴ありがとうございました。